さあ、昨日の向こう図対外試合の前半戦のハイライト。初回先発の石丸がいきなり奇襲を浴び、その後逆方向にタイムリーを浴び、そしてセンター前にもさらにタイムリーを浴び、初回から苦しい立ち上がり、 BT プラネットさんの打撃が爆発。しかし対する向こう図はチャンスを作り、花香ちゃんがこのピッチャーゴロの間に打点を挙げ、2対1と1点差に迫ります。しかし BT プラネット打線が爆発、チャンスを作り、左バッターに2点タイムリー、そして右バッターに右中間にタイムリーを浴び5対1。その裏の攻撃でチャンスの場面で向こうチルドレン優斗に打席が、ツーストライクと追い込まれ、スライダーで見逃し三振に倒れ、5対1で向こう図が前半戦を折り返します。ここからは後半戦、5回表からマウンドには明春、キャッチャーは甲斐優太君となっております。4点ビハインド、もう1点もやれないところ、明春が流れを変えてくれるか。初球はスライダーでストライク、しかし2球目まさかのストレートがちょっと抜けてしまい、相手にデッドボールを当たってしまいます。ノーアウトからランナー1塁で、スライダーのコントロールが非常に安定しております。これはストレートでしょうか。2ストライクと追い込み、ここで向こう図の守備陣に乱れが、この守備のミスにより BT プラネッツに1点を奪われます。しかしここで明春が好フィールディングを披露、ピッチャー前のくるくるゴロを落ち着いてさばき、ワンアウト。そして相手バッターもどんどんホームランを狙ってきます。明春も負けじとこのように緩急を使った投球を披露。そして4球目でした。ショートの向こう図 GM 平山さんが落ち着いてさばき、2アウト。その後連続フォアボールでランナーは満塁となり、相手のバッター強打者です。もう1点もやれない状況、この満塁のピンチ抑えることができるのか。打ち取ったかのような打球でしたが、ライトの優斗とファーストの石丸がお見合いするような感じで走者一掃の3点を奪われ、さらにその後長短打で2点を奪われ、11対1。しかし明春が最後はピッチャーゴロで仕留め、この回向こう図なんと6失点、まさかの10点ビハインド。しかし5回裏向こう図打線がつながります。先頭の岩島る、どん詰まりでしたが気迫で持っていったレフト前ヒット。続く9番のベースボールマリオさんが、ここも逆方向へのヒットでノーアウト1塁、10番の野球打ち場向こうにつなぎます。仲間がつないでくれたこのチャンス、狙うは一発長打。初球力みすぎてまさかの空振り、そして2球目外角のストレートをギリギリいっぱいに投げ込んできます。2ストライクと追い込まれ、相手が真っ向勝負に来ます。ここは高めのストレートに力負け、ランナーを進めることができず、続く11番の石丸が、レフト前ヒットでつなぎ満塁の大チャンス。ここでバッターは明春、なんとか1本出すことができるか。全球見ていきましょう。相手投手の気迫の投球に2ストライクと追い込まれ、その3球目でした。ここは惜しくもショートフライに倒れるも、強くバットを振っていた印象がありました。ツーアウト満塁、打席には向こうチルドライン優斗、1打席目はチャンスに空振り三振、2打席目は見逃し三振した男、2球目のこのど真ん中のストレートを見逃し、何やらベンチにサインを送る、何かを起こしてくれそうな予感。ここはファールでようやくバットにボールが当たります。そして4球目ユートの向こう図、久しぶりの実戦は3打席連続三振。この3連続三振がよほど悔しかったのか、向こうさん
俺の変な投げ方で相手全員抑えてみせますよと、雄斗が志願の登板、キャッチャーは明春。すごいバッテリー、カオスなバッテリーとなりましたが、雄斗が魂の投球を見せます。サイドスローに転向したはずが、マウンドで緊張していたのか、相変わらず肘が下がった投げ方で2ストライクと追い込み、そして6球目、守備の名手向こうず GM 平山さんがセンター前に抜きそうな打球を華麗にさばき、ワンアウト。しかし続くバッターにはショート強襲ヒットを浴び、ワンアウトランナー一塁。雄斗セットポジションはうまくできるのか。この打球が不運にもレフト前のポテンヒットとなり、ワンアウトランナー一二塁。スリーボールとなるも、雄斗が気迫の投球。ここはサードフライでツーアウト。中学生が大人相手に真っ向勝負。なんと向こうチルドレン雄斗ランナーを出すも無失点で抑えます。そしてこの時点でゲームセットの予定でしたが、ギリギリ1人バッターの時間があるということで、雄斗が最後打席に立たせてもらいました。最後に意地を見せることができるのか。ツーボールツーストライクからのラストボール、最後もまさかの三振でここでゲームセット、はい、今回試合をしてくださった BT プラネッツさん、本当にありがとうございました。乾杯です。そして試合後にミーティング、試合終了後ベンチで雄斗と石丸がお互いのプレーを何やら攻め合っていたので、日本一優しい性格の向こうず GM 平山さんがちょっとね、あの怒るというドッキリを仕掛けました。ナイスゲーム、ナイスゲーム。まあちょっとね、だいぶあの点差は離れちゃったんですけど、ちょっとね、まあみんな要所要所でいいプレーも出たし、点差以上にみんな頑張ったんじゃないかって俺は思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあ本当に、まあ雄斗もね頑張ったし、まあ、メイちゃんも頑張ったし、見たか、まあ、みんなこう、まあ、あとね、ミスをカバーできなかったっていうのがちょっとね、そこが大量失点につながったかなっていう、そういうところを、直して、反省して、生かしていけばいいんじゃないかと思います。はい、GM どうですか。そうです、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果はですね、9対1、結構点差開いてしまったんですけど、もっといい試合にしたかったですね。なんだよ。おセラ、いや、もっと守れたっしょ。攻めんな、お前。ちょっとごめんなさい、言うともっと取れたっしょ。だってファーストファースト頑張って。お前 GM の話聞け。はい、攻める。もう誰か俺のせいで負けたってやついない。はい、いない、いない、やめろ、言い過ぎだろ。みんな連打的に行かん。言い過ぎだろ。新しい。おい、どうする、1個ずつ潰していく。1個ずつ潰していく。まず、ベイちゃんの5失点。いや、まず先発の、あの、あいつ入りが悪かったっすね。岩島ね。岩島ね。岩島ね。いや、ちょっとね、やっぱ、やってんだよ、準備不足っすね、完全に先発の。岩島ね。だって、ピッチャーとキャッチャーが、バッテリーが、もう、横綱って、立ちましたの。あのプレーかかる前のあの最初の投球練習で、あれで初めてキャッチボールしてた。だってあれ、カイさんって明治と遊んでましたよ。遊んでないっすよ。遅刻戦でもあり。いや、遊んでるって言うなよ。ダメだよ。気持ち真剣だもん、めっちゃ真剣だもん。遅刻するのが悪いんだよ。ほらお前、あの時お前 LINE したとこみんなの前で、はい、後輩が来てんだよ、ちゃんと。そうや。でもその後にすぐね、2点取られて、花香ちゃんがナイスバッティング。元カノがただ打った瞬間肩が固まってたから、打った瞬間走んないと、やっぱりあれ多分内野安打になったから。ピッチャーテディベアだったっしょ。髪がほら軽くなった分ちょっとなんか勝手が変わってちょっとあの浮いてたから走って、本当は走ってたけど地面に当たってなかったから滞空時間が長い。そういう、あ、しょうがない、じゃあしょうがない。あ、なんか多分変なこと言ってます。変な人です。変な人です。なんでその後はサードゴロをあれさ、正直勢いはあったけど、俺ワンバンで普通取れるよ、ファースト。いやいやいや、イレギュラーしたっすよ。なんでヒールで取らないの。いやいやいや、イレギュラーしますよ。何
のダメな質問だ。あれは俺が悪い。いやそれだったら俺のせいと言いたくなるな。直前にファーストミットからグローブに変えてる。いや、あれやばい硬い、マジで。びっくり。どれ死んだ魚みたいな硬さだった、ほんとに。びっくり。自己硬直。埋葬した方がいい。あとから石原さんのプレッシャーだから、ファーストで。あのミットで。だからお前言い訳が多いよ。ちゃんとやれ、お前。何のための体だよ。頼むよ。おい。終了崩壊崩壊崩壊だ。いやでも結局僕思うのは松尾さんが全部悪い。やっぱなんで松尾さんも遅刻してるし、松尾さん学べてる、松尾さん遅刻してるし、エラーしてるし、エラーで失点に繋がってるし、分かるその後なんかちょっと三振取ったりヒット取ったりで、なんかすげえガッツポーズしてて、なんか俺こういう大人にはなりたくないな。すげえ衝撃に先生、9点中8点あのエラー、9点中8点あのエラー、激に先生何で出た松尾さんがバチバチにやってきた。最後はね、あのユートが頑張ってくれたんだよ。まあそれが良かったんじゃない。その前がひどすぎでしょ。三三振ミノさんでボールって言ってる。言ったけど俺見た感じマジ伸びしろしかねえから。それは2年前から理解者がいた。みんな一緒にそのまま頑張れ。オッケー、じゃあ最後石村締めてもらおうか。はい。そうですね。とりあえずまあ9対1、まあ先発が崩れたということでやられたんですけども、はい、まあそうですね。やっぱりちょっとアンダー15慶応義塾大学って言って、あ、ね、まあちょっと呼んだ僕が悪かったかなっていう。先輩。頑張ります。頑張ります。はい。すいません。あれノーバンで行かないとノーバンだ。すいません。練習しておきます。はい。はい。とりあえず今日はまた、はい、ボディにしましょう。はい。寿司三昧。はい。謎のボケいらない。